人の金で済むな。
どい不良だな。でも今の話だと証拠がないよ。証拠もないのに不当疑うのはないんじゃない？そうだけど、ねえ、どうするの？あのベンチは私たちの憩いの場所よ。どいてもらう交渉をしながらあの子の人物像を探る。大丈夫？わからないけど、当たってふざけろよ。なんや！このベンチはいつも私たちが使っているの。これ、私たちのランドセル。俺はうまいさ！関西弁だ！怖い！ここは私たちの憩いの場所なのよ。ここはバス停や！俺はバスを待っとるの。バスは来ないよ。あと2時間くらい。わかっとる。2時間もバスを待ってるなんて。俺はこのバス乗らんと帰るの！
うちに帰ったらうちの人誰もいなくて仕方ないからどんぶって診療所に行った。あいつが診療所って私の家よ。それで僕にランドセルを持ってきてくれって。そう、これよ。じゃあ行ってきます。あー、ジョークが行っちゃった。最初はグー、じゃんけん、はい。最初はグー。あ、お姉ちゃん、またバス停で遊んでる。遊んでるんじゃないの、新聞部の編集会議よ。会議には見えないけど。そうだ、あんたのクラスの田中先生、給食費取られたんだって。犯人は見つかったの？見つかったよ。え、誰？職員室の隅にね、散らばって落ちてたんだって。犯人は誰かって聞いたの。お姉ちゃんの友達ってせっかちだね。いいから早く教えてよ。先生の机の横の窓があったんだって。今日は強い風が吹いたでしょ。だから風で飛ばされたんじゃないかって。だから犯人は風だったってこと。じゃあね、お姉ちゃん、先に帰ってるよ。風？そういうことは、あの転校生が犯人じゃなかったのか？だから言ったでしょ、むやみに人を犯人扱いしてはいけないの。ランドセル調べなくてよかったね。あの子、きっといい子よ。友達になれるかな？え？嘘？本気？うん。そうだ、どうなったか聞いてみるね。もしもし、お母さん？今、犬に噛まれて山下さんとこの健太が来たでしょ？どうだった？あっそう、よかった。で、連れてきた男の子は帰った？転校生よ。え、そうなんだ。わかった。うん。もうすぐ帰る。バイバイ。どうだった？ケンタは大丈夫だって。おじいちゃんがケンタを家に送っていくついでに、男の子も家に送っていくって。じゃあ、あいつもう戻ってこないんだ。なんか残念。さっきまで不良扱いして怖がってたのに。大した変わりようね。ありがとう。褒めたんじゃないんだけど。なんか今日は風の話題ばかりだったね。笠野くんか。あの子、風の又三郎みたいな子ね。誰？風の又三郎って。大一、学校の推薦図書読んでないの？宮沢賢治の風の又三郎。転校してきた男の子が風の神の子だったってお話。これから読もうと思ったところだよ。でもあの子は風の又三郎というよりは六甲おろしの又三郎だね。うまい。え、何がうまいの？わからないよ。明日も来るかしら。来るよ、だって今日転校してきたばかりだもの。お越しいただきありがとうございました。